スノーマン・ラウール、小田切ヒロシメイクでモードな姿、スプール表紙に登場。モデルプレス、2024年6月14日。スノーマンのラウールが、21日発売の雑誌スプール。8月増刊号、集英社の表紙に登場。人気ヘアメイクアップアーティスト小田切ヒロシと初共演を果たす。ラウールスプール表紙に登場。今回、ラウールは本誌3度目の出演で増刊の表紙に。さらに、小田切氏とのスペシャルな共演が実現。ファッションショーなどでの2人のコラボレーションはすでに話題だが、雑誌でのセッションは今回が初めてである。特集では、最新秋冬コレクションのルックに合わせた、3種の異なるメイクアップを披露。小田切氏が一体一体ラウールさんの新しい一面を引き出すことを心がけたと語ったように、これまで以上に大人でモードな姿が掲載される。ラウール、秋冬ファッションで気になるものとは。撮影中のラウールはとにかく美しいという言葉がふさわしい佇まい。最強のプロポーションが繰り出す迫力と繊細さを併せ持ったポージングで、エルメスやボッテガベネタのルックをまとう芸術的な美しさを披露した。